こんにちは。ラブリータウン生駒の時間です。この番組は生駒市で行われた催しやトピックスなどをお伝えする生駒市の広報番組です。毎月1日と15日の2回更新して様々な情報をお届けしています。それでは今回の内容をご紹介します。今回は8月11日に行われた平和の集いの様子と、8月20日から22日に開催されたワクワクドキドキ発掘生駒2010発掘調査成果展の模様を、そして8月21日に行われた生駒自主防甲子園中地区大会の様子と、8月22日に開かれた手作り楽器コンサートと愉快なクラウンショーの模様をお送りします。では初めの話題です。8月11日コミュニティセンターで平和の集いが行われました。はじめに山下市長が世界に目を向け、戦争と平和について広く考えてくださいと挨拶。続いて中谷市議会議長が平和の尊さ、命の大切さを考えてもらいたいと述べました。この後舞台では世界各国の紛争地や被災地の子どもたちを訪ね、現地の医療活動に取り組む精神科医桑山典彦さんのドキュメンタリー映画地球のステージ、ありがとうの物語が上映されました。アリサという女の子が書いてくれたものなんですけど、鉛筆のサラサラ書きなんですけど、すごい意味のあるもので、ハートに刃が突き刺さっていて、スルチェ・ラネの文字、私の傷ついた心って書いてあるんです。また上映後には同映画監督の佐藤栄一郎さんが舞台に登場。佐藤さんは映画制作の経緯や撮影エピソードなどを話され、この映画を通して世界には戦争によって苦しい生活を強いられている子どもたちが多くいるということを心に留めてもらいたいと来場者に訴えかけました。また会場ロビーには2008年から2009年にかけて起こったガザ紛争の様子や桑山医師の医療支援活動の写真の展示が行われ、訪れた人々はガザ地区の人々が再び戦争の起こらない平和で穏やかな日々を送ることができることを切実に願っていました。昭和60年9月20日に比較平和都市宣言を行い、今年で25年を迎える生駒市。当日舞台には幼稚園児や老人クラブの皆さんが平和の願いを込めて折った千羽鶴が飾られていました。なおこの千羽鶴は後日広島の平和記念資料館に送られるということです。では続いての話題です。8月20日から22日の3日間芸術会館ミラクでワクワクドキドキ発掘生駒2010発掘調査成果展が開催されました。生駒市内にはこれまでに素焼きと呼ばれる陶器を焼いた窯が数多く確認されています。日本では大阪府の末村窯跡が最も大きい素焼きの生産地ですが、今から1300年前平城京への遷都が行われた際に大量の器が必要となったため、平城京からほど近い生駒でも素焼きの生産が盛んに行われたと言われています。調査結果によると、生駒で生産された素焼きは青色が弱く灰色であることが特徴で、このことから焼き上がりが悪く柔らかい素焼きであったということがうかがえるそうです。
展示のほか会場には発掘や土器の復元作業など楽しみながら学ぶことのできる体験コーナーが設けられ、子どもたちは実際に土器に触れながらどんな器の破片なのか調査員になった気分で想像を膨らませていました。またこちらの勾玉作りコーナーでは、石に自分の好きな絵を描き、ヤスリで形を整えながらオリジナルのアクセサリーを作って楽しむ子どもたちの姿も見られました。この他にも会場には最新の調査方法でデジタル測量を行った竹林寺古墳の実測図なども展示され、開催期間中には子どもから大人まで多くの人々が訪れました。では続いての話題です。